オートバンクプレゼンツ長谷川茂俊のワールドアイ。この時間はオートバンクの提供でお送りします。さあ今日も始まりました。ご紹介しましょう。長谷川茂俊さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。このアメリカにおいて小学校中学校ぐらいっていうのはいろんなスポーツを掛け持ちしますよね。そうですね、うん、特に若いうちは、まあ、昔はね、例えば大学なんかでも、野球、フットボール、うん、あるいはバスケットボールとかって3種目やってるやつもいましたし、うん、ここ最近でもプロでもフットボールと野球はボージャクソンみたいにね、はい、やってたっていうのもいましたから、うんうん、まあそれがね、だんだん傾向変わってきてっていうのは、やっぱ野球のレベルもそれぞれのレベル、メジャーの野球っていうのはアメリカの野球じゃなくなってきて世界の野球に変わってきてるんですよね。はい。だからヨーロッパからも来る、もちろん日本からも来る、アジアからも来る、そして南米から来るってことで、レベルがちょっとずつ上がってきたんで、それがね、だんだんプロだけじゃなしに大学高校にも波及してきて、高校野球でも様々な人種の人たちが来てっていう風になってきたんで、なかなかね、その複数のスポーツをやってるとプロまで行けないっていうパターンが出てきましたね。特にこのロサンゼルスって冬も割と暖かいじゃないですか。そうなんですよ、ね、で、うん、そこで僕が思うのは、うん、日本みたいに冬なかなかボールを投げたりとか、そうですね、怖いなと思うんですけど、うん、こっちは冬の間も僕野球ってできますからね。やっていいんじゃないかなって思うんですよね。全然やってますから、まあ、だから例えば僕はシアトルにも住んでましたけど、うん、シアトルだともう冬になると雨ばっかりなんですね。だからどうしてもインドアのバスケットであったりとか、はい、まあ、サッカーでもインドアサッカーとかあるんですけども、うん、まあ、それは仕方がないことなんで、うん、まあ、野球できなくてじっと家にしてるんだったらそういうスポーツした方がいいと思うんですね、うん、なるほど。いろんなスポーツをやって、そうです、それはもう体力作りにもなる。そう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 、それはそうですし、でもちろん、うん、野球はちょっと遅れますけども、うん、ただ野球に限って言うと冬の間、うん、もうやっぱり野球の体で痛いなって思うお子さんもいると思うんですよね、まあ、ただね、それはやっぱり小学校中学校っていうのはウエイトトレーニングを僕はお勧めしないんですね、うん、でやっぱり16歳以降になってくるんで、うん、ウエイトトレーニングは16歳からがいいと。うん、そうですね、やっぱりね、うん、まあ、これ科学的には本当に証明されてるわけじゃないんですけども、うん、やっぱり普通のドクターが言うのはそれまではあんまり身長のこともありますし、成長期にあんまり筋力トレーニングをすると怪我の元になったりとか、うん、あるいはジョイントもちゃんと出来上がってないですね、関節ですね、そうですね、関節が出来上がってないのにバンバン重いのをやるとそこが傷んでしまうっていうのもあるんで、ある程度16歳までは待って、そこからウエイトトレーニングしても十分間に合いますよと、うん、でウエイトトレーニングするとやっぱりアメリカの野球ウエイトトレーニング主流ですから、はい、力もできる、はい、スピードも出るっていうので、うん、一気にレベルが上がっていきますんで、うん、その辺も考えて、うん、やっていかないといけないですね、うん、そういうあれですね、ちょっとしたこうトレーニングの豆知識なんかは、うん、長谷川さんのウェブサイトのコラムを見ると、もちろん載ってますよね。ウェブサイトを見てもらったら、うん、技術的なこともそうですし、ウェイトトレーニングでもっともっと充実させていこうと思ってますんで、うん、はい、でまあ、例えば僕で全部カバーできなかったら、うん、こんなサイト行ったらいいですよとか、ね、そういうところもずっと紹介しておこうと思ってますんで、はい、スポーツ解説 .com っていうところ行ってもらえれば、はい、それその長谷川茂俊スポーツ解説って出せば、うん、そこのページ来ますから、出てきますから。この放送が終わった後に、はい、TGS ラジオのFacebook にもリンクを あるようにしておきますので、ぜひ皆さん一度ご覧になってください。そうです、ね、野球の話だけじゃなくて、うん、いろんな面白い話詰まってますので、そうですね、まあ、基本的には野球選手になるための話ですけどね、うん、まあ、でも一般の人もあるいは他のスポーツしてる人も役に立つと思います、うん、そうですよね、はい、ぜひご覧になってください、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。トーランスで地域に密着18年、ウエスタンとカーソンの角にあるオートバンク、新車中古車の販売はもちろん、高価買取、修理、板金まで、車のことなら迷わずオートバンクにお任せです。ご予算に応じて選べる3つの保証内容。新鮮、鮮度抜群の1台をあなたに。まずはウェブサイトをご覧ください。autobankus.com autobankus.com。 この時間はオートバンクの提供でお送りしました。